皆さんこんにちは、ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はですね、鬼人手についてのお話をしていきたいと思います。当店に潜りに来ていただいたお客さんにはこの鬼人手についてのお話って結構してきたと思うんですけども、僕もですね、沖縄に来て17年になるんですけども、その間にやはりこの鬼人手っていうサンゴを食べてしまう人手が大量発生した経緯があって、長年この対策に一生懸命取り組んできた一人なんですけども、今回はですね、その鬼人手っていうような話をまだ不明なところも多い方もいらっしゃると思いますので、ちょっとお話の方をしていきたいと思います。今回はですね、この4つのテーマでいきます。まず1つ目、鬼人手ってどんな生物なのか。で、2つ目、大量発生ってどんな状況なの。3つ目、なぜ大量発生してしまったの。4つ目、今後どのように対策を取る必要があるの。この4つのお話で今日は進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速ですけども、じゃあ鬼人手ってどんな生物、ちょっと写真の方を見てみましょうか。こんな感じです。はい、今見ていただいたように、まあ毒々しい色で、これぞ悪役っていうぐらいなトゲトゲがついた、色もオレンジで、まあ毒々しい生物なんですけども、まあもちろん人間を死に至らしめるほどの毒を持った、まあ危険な人手の種類の一つです。で、主に食べるのはサンゴ礁、サンゴの成分をこう食べながら生きているのが鬼人手なんですけども、もともと小さい時っていうのはまだ幼体がこう付着してくる時っていうのはサンゴの毒性に負けてしまうと言われてます。ですので、だんだん大きくなってから初めてサンゴを食べて、で、寿命がだいたい6年から7年と言われていて、先ほど映像で見てもらったのはもう40センチぐらいの、もう寿命ギリギリのおそらく大きさな個体だと思います。6年7年で大量にサンゴを食べた鬼人手っていうのはだいたい40センチぐらいの大きさまでなってきます。で、毒性は本当にアナフィラキシーショックっていうのを起こすぐらい強い毒性を持っていて、非常に危険な生物です。それが鬼人手っていう生物なんですけども、このさっき見た40センチぐらいの個体がですね、沖縄県を中心に世界各国、まあオーストラリアとかでもグレートバリアリーフとかでもそうですし、あちこちで大量発生したんですね。で、大量発生って皆さんちょっとイメージができないと思うんですけども、多良間島でも大量発生もものすごい時があったんです。で、その時には僕はこれお客さんにもとても見せられる状況じゃなかったので、お客さん3本のダイビングをなるべく大量発生していないところでやって、で、4本目5本目6本目でその駆除対策に出かけていったと、スタッフだけで出かけていったと、そんな取り組みをしていったんですけども、じゃあ大量発生のちょっと映像、動画じゃないんですけども静止画の映像がありますので、ちょっとそちらご覧ください。こんな感じです。はい、どうですか、見て分かったと思うんですけども、ある時ですね、急にダイビングポイントに入ったら2日前3日前までは何ともなかったところが、ブワーッと絨毯のようにもう下が鬼人手だらけになっている時っていうのがあるんですね。これは鬼人手の大量発生のパターンっていうのは2つあるんですけども、突如今のように下が絨毯ぐらいのドゥワーッて何万匹という鬼人手がいきなり発生するパターン、それからもう一つはじわりじわり、あれ数が多くなってきたな、多くなってきたなっていうところから徐々に徐々に大量発生になっていくと、この2パターンがあるんですけども、そんなような今の写真で見たような状態が大量発生っていう状態です。もうこの状況になると、その近辺のサンゴ礁っていうのは壊滅的になってきます。ですので、そこのサンゴ礁を守るというよりも、そこから先の守るべきサンゴ礁を区分けして、ここには入らせないようにしようというような駆除方法になっていくんですけども、まあそれぐらい大量発生っていうのは恐ろしい状況です。これが大体そうですね、多良間島も、多良間島に限らずですけども、沖縄離島、石垣、八重山方面、また宮古方面、いや、あの先島方面ですね、この辺に関しては2006年度から結構激しく起こってきて、
まあ、もともと1997年ぐらいに沖縄県ケラマの方でも大量発生があって、その流れでずっとまあどっかで大量発生が起こっているような状況なんですけども、まあそんなのがこの大量発生ってやつです。次3つ目、じゃあなぜ大量発生しちゃったのか。これって実際はまだ研究結果でこれですっていうのが出てないんですね。でこれは本当にちょっと僕個人の見解だけのお話しします。僕個人の見解でいくと、さっき言ったように鬼人での幼体っていうのは1匹が何万っていう卵を産みますので、だいたい5月から6月ぐらいに鬼人が産卵期に入ってきて、何万っていう卵をブワーッと放出するんですよね。でそれが幼体となってリーフにたどり着いていくんですけども、最初はもう本当に小さなあの幼体ですので、リーフのところにたどり着いた個体が本来はそこにサンゴ礁とかがあるとその毒性で負けてどん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 死んでいくんです。だけどその隙間で育ったオニヒトデが育っていて2センチから3センチぐらいの大きさになった時にサンゴ礁に今度勝つようになるんです。サンゴ礁を食べるようになってくるんですね。要は逆転現象が起こるわけです。でその食べ始めたオニヒトデがどん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 サンゴを食べて巨大化していく。だけどもサンゴ礁もあちこちにたくさんありますので、いいバランスで生態系の、バランスが取れている時がある。これは大量発生にならないです。だけども今言ったようにリーフで淘汰されなきゃいけない、本来は淘汰されなきゃいけないはずのサンゴ礁が沖縄では圧倒的に数が減ってしまってなくなってしまった。この状況でオニヒトデの卵がつくということは、これが大きくなる可能性っていうのがたくさんあるわけですよね。何千何万というオニヒトデが、天敵がいなくなりますからブワーッと成長してしまうんですよね。でそれが次々リーフにサンゴがないから今度餌を求めて外にアウトリーフに出ていくというような現象が、僕はオニヒトデの大量発生につながった一つの原因じゃないかなと思います。じゃあ元をたどれば、じゃあなんでリーフのサンゴがなくなっちゃったのか、ここが結構大きなことなんです。ここに人的な原因があるので、僕もオニヒトデ駆除っていう形とかオニヒトデ対策っていう活動を進めているんですけども、これが自然の現象だったら僕はやむを得ないと思うんですけども、リーフのサンゴがなくなった原因にはやっぱり土地改良であったり赤土の流出であったり、人間がたくさん あのリゾートホテルを建てたり、まあ、島がどんどん開発をしていったり、そういうような状況からリーフに汚染物がたくさん海に流れ出るわけですよね。でその状況で普段もうずっと花咲いていたサンゴ礁が次々やられていった現象があったんです。これは島とか沖縄県の発展ともう完全に比例して海が悪くなるっていうような状況が起こってきたんです。でリーフのサンゴがどんどんなくなってしまったがために、結果的にそのオニヒトデの大量発生につながってた。だから少し人間の力がそこに及んでしまっているんじゃないかと。ならば人間の力でそれをもう一度復活させなきゃいけないんじゃないかっていうのが、オニヒトデ対策の取り組みをしている人たちの多分考え方が一致しているようなところじゃないかなと思います。これがですね、大量発生してしまった僕の勝手な見解のものです。ただいろいろな説がありますね。やっぱり深場からいきなり出てくるパターンもあるので、必ずしもリーフから全部降りてくるとは限らないので、僕はですねまだ今後あと15年から20年、そういったあの現場での状況を見ながらですね、もうこんなぐらいあのレポート残してますので、これをしっかりとまとめてですね、実際にオニヒトデをこう大量発生が出た時にはこんな風に攻略していった方がいいっていうのをこう完成させていきたいなっていうのは、一つ僕の中で取り組んでいる活動の一つです。じゃあ4つ目、今後どうに対策をする必要があるの。オニヒトデも生き物ですので、やはり僕もずっと躍起になって駆除してました。最初の頃はですね、もうメッシュバッグを持って行ってハサミで取っては人手を入れて、それを陸揚げして、で陸地に揚げたのを今度肥料になるようにこう土の中に埋めたりとかですね、いろんな取り組みをやってきたんですけども、まあ、近年は酢酸っていう酢でこう注射を打っていって、でオニヒトデがもうそれで死んでいくんですけども、その死んだ人手を他の魚が食べても海洋生物には影響がないですよというような証明がされて、ほとんどの地域でこの酢酸っていうものを使って駆除をやっていくんですけども、ある一定の時期しっかりと冬にリーフの調査をしていきます。まず最初にでリーフチェック、サンゴ礁のリーフチェックをした時にオニヒトデが出ているか出ていないのか、これをチェックして、かつその後にオニヒトデが出ている傾向があるのであれば、そこから重点的にアウトリーフを見て、サンゴ礁の状態を見て、オニヒトデの大量発生を見てというような形をとって、でもしもそこに過剰なオニヒトデが発生しているのであれば、それを酢酸で駆除をしていく
で特に産卵期前、5月6月の産卵期前には徹底して各地域がその取り組みをしていく。そうすることによって全体的なウニヒトデの数を元の生態系に戻していくというような活動がこれから絶対に必要になってくるんじゃないかなと。でこのウニヒトデ対策っていうのはただ単にサンゴ礁を守ることが全てじゃないんです。じゃあサンゴ礁が、我々がサンゴ礁きれいだと美しくていい海だなと思うかもしれないですけども、僕は目の当たりにしてよく覚えているんですけども、サンゴ礁の大量発生っていうのもあるんですよね。サンゴ礁がブワーッと重なるようにして花を咲いていた場所が2年ぐらいでオニヒトデでもない、あの他の外敵でもない、だけど知らぬ間にどん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 病気が蔓延していって死んでいってしまった。でそこの場所はオニヒトデも出ていないのに、もう今サンゴ礁がなくなってしまったっていう場所もあるんです。これは僕はサンゴ礁の大量発生じゃないかなっていうような見解も持っているんですけども、少なからずサンゴ礁が正義でオニヒトデが悪とかいう話ではなくて、生態のバランスを元に戻すっていうことが絶対に必要だと。通常夜行性であるオニヒトデが日中からサンゴの上に3匹も4匹もこう追いかぶさっている状態っていうのはもう異常な状態なんです。でこの異常な状態を作ったのは人間がある程度開発をしてしまって作った可能性っていうのは大なんです。でここを元に戻していくためには現場の人間が一生懸命その海に携わってそれを取り組んでいかなきゃいけないです。サンゴの植え付けとかもサンゴ礁にとってはいいのかもしれないですけども、もっと自然な状態、これを仕事商売にするんじゃなくて、我々ように自然を相手にしている仕事をしているんであれば、そういうことでビジネスをするんじゃなくて、そういうことで補助金を得るとかじゃなくて、そういうことで海を元の状態に戻していく取り組み、僕たちはここは仕事場になるわけですから、そのグラウンドを自然の状態に戻していくっていうことを取り組んでいく、これが今後どうに対策を取る必要があるのかの明確な答えじゃないかなと思います。ですので私もですね、多良間島、仁奈島っていう2つの海域を自分でダイビングポイントとして開拓をしてお客さんにご案内してますけども、僕しかこの海域の守る人間っていうのはいないと思うんです。中のサンゴ礁にオニヒトデが出ちゃった時にどうに対応していくか、だ今後もですね、そういった対策をしっかりと組みながらですね、また後世につなげるようなこの宝の海を残していきたいなっていうのが僕の率直なあの気持ちのところです。はい、そんなところでですね、今日はオニヒトデのお話をしてきました。これもですね、もう僕話すととっても大切なことばっかりで、今もうお話したのもほんの一部しかお話できないんですけども、またこんな深いお話を聞きたい人はですね、ぜひ多良間島で一緒に潜った時にぜひあの僕の方に質問してきてください。僕はオニヒトデの活動に関してとても心を持ちながら活動してますので、その辺を一緒に伝えていければなと思ってます。でダイバーの皆さんはですね、サンゴがなくなったから悪い海だ、オニヒトデが出てるから悪い海だっていう見解ではなくて、自然の海っていうのがどれぐらい貴重なのかなと、一つ一つゴミを捨てないこととか、船のアンカーを打ち込まないこととか、海の中のサンゴを蹴り飛ばさないこととか、そういうことがどれぐらい大切なのかっていうの、また生物を追わない、生物に異常なあの圧力をかけない、こういうことをですね、しっかりと身の中で感じながら海の中にお邪魔するレジャーをやっていただきたいなと思います。今日はそんなオニヒトデの話でした。今日はこんな感じで熱烈先生のダイビング講座終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。